あ、はじめまして。如意棒鬼太郎です。一気めーほらほらだからそういうの。何ですかこれ。まるでうどんを作れというような彼ら。じゃあ、なんとなくでやっていきます。まずはこちら、強力粉でやっていきたいと思います。こちら、強力粉を砂の山程度入れます。そして、塩なんですけれども、これ海の夏程度に。真っ白なウサギが眠るような世界でうどんを作ってください。水は小学2年生が初めてプールに行くような感触で作っていきます。緊張してるのかな。ちょっと水入れすぎると秋の運動会のようになってしまうので気をつけてください。たくさんの人生が近づいているんですかね。帰ってきました。何かうどんに吸い取られてるようです。うどんを吸うものだと思っていたら吸い取られるものでした。昔車乗ってたんですけれど、その時のタイヤいじる時とか、ちょっとペーパードライバーね、近所の人とね、なんか挨拶するんですけど、それがなんかリアリティの YouTube で楽しみになりました。今まで何回ぐらいしか運転しないいい感じになってきましたね。帰ってこい、帰ってこい、龍馬さー見なかった陣ですね。坂本龍馬をシーズンマスターにしてる見なかった先生、坂本龍馬に帰ってきました。一人似合ってくる再放送、ね、いい感じですよ。これ陣に影響されまくった男の末路ですね。これよくないカリフラワー、なんか少年にぶつけたような。ちょっと待って、いたいたいた、帰ってこい、ローマさー。これあのサランラップに包んで踏んでみたいと思います。うどん屋みたい。頭にブロック、は行くぞ甲子園。満月もういい。高いなりまして巻いて、踏もうと思ったんですけれども、破れてしまいそうやなということで、このぐらいでやっていただきます。運転手、運転の練習すなお前。やかっこつけんな。アプローチ、僕たちはそんな腰を求めないので、早く食べたということで、これを切っていきます。次は人参を薄くスライスしてまな板を作りました。すげえ。そして目の粘膜でこれ巻いてたんですけれども、目の粘膜あれサランラップちゃうかった。気持ち悪い顔。これを切っていきます。怖い、ごめんな。こんなピザ、はいはいはい、ちゃう、はい、三葉虫の化石見つけた時みたいな。三葉虫ですよ、これもう。なんなん、本当に打ち切れんで、ほんま三葉虫見たら切れんで、ほんま。ニャースニャースニャース、まあ、できていきたいと思います。できてる。なんか打ち子というのが一応こういう感じだけど、意味がわかりません。ただの無駄遣いではないでしょうか。わかりません。たこ焼き粉がね、だし風味でちょうどいい、なんかだしみたいなでちょっと笑ってまうみたいなこともあるんですけれど、普通に見えへんの。あとは食べたいと思います。第2陣こちらになります。これもしよければ女子大はホームページに記載いただければ塗料、6000円で。パッカー。何入れてるの。味は
ご想像の通りでした。